はい、ということでですね、これ中国の北京オリンピック、これですね、ちょっと野獣馬的な僕にはですね、これね、ちょっとすごい面白いことになってきたなって、そんな感じなんですよね。これがですね、何かっていうと、これね、まあ、国々もあるんですけれども、よりちょっと注目というかね、興味深いのが、これね、これ東京オリンピック、あ、違ったわ、北京オリンピック。北京オリンピックはね、オリンピックですから、これね、スポンサードしている。だからお金を払ってですね、まあ、広告をね、出してもらったりとか、オリンピックグッズをね、作ったりとかね、そういった感じだと思うんですけれども、そういったね、スポンサーしてる企業、これがですね、本当にこのままですね、北京五輪をスポンサーね、このまま続けるのかってね、こういった話になってきたんですよ。なるほどなって思いません？なんか最近これ国がですね、国々がこれ外交のボイコットするって話、すごいニュース出てましたけれども、ちょっとね、今日ぐらいからね、これ出始めたんですよ。そっちの方がちょっとなるほどっていうか、本当どうするんだろうなちょっと思いますよね。そんなことないですか？僕なんかそっちの企業の方ね、なんか気になり始めたんですけれども、今日はですね、こういった話してきます。これがすごい興味深いっていうかね、これ。ということで、今日ね、ちょっとメインで企業の時やりたいんですけれども、それ企業の前にさっき言ったね、これ、各国の動き、これまず紹介してからちょっと企業の方行きますね。ということで、今どんな感じなのかなんですけれども、ちょっとこれね、これ、今からちょっと紹介する記事って言うと数日前なんですけれども、ちょっと要所要所最近の補足を入れながらちょっと紹介していきます。各国がね、北京オリンピック外交ボイコットをね、どうするつもりなのかって話です。はい、ということで、これがですね、アメリカが北京冬季五輪の外交的ボイコットを決めたことは、まだ態度を決めてない同盟国や友好国、地域の判断に影響を与えそうだ。ただ、それぞれの事情も絡み、態度は一様ではない。ということで、ここからですね、まあ、数日前なんですけれどもね、各国の、そのね、北京オリンピックに対する外交ボイコットするかしないかの姿勢です。で、これがまずですね、イギリスでは中国の人権侵害を監視する国際議員連盟設立を主導した保守党のダンカン・スミス元党首が、政府も外交ボイコットを発表する必要があるとツイッターで訴えるなど、アメリカへの同調を求める声が出た。でですね、イギリスの政府報道官は7日、時期が来れば立場を決めると説明で、ジョンソン首相は閣僚派遣の見送りを検討していると伝えられている。ってことで、やめそうな感じだったんですよね。そしたらもうこれ翌日ですよ、翌日。これね、ちょっと読んでる記事がちょっと遅くて、これ12月7日の記事なんですけれども、ベースでね。で、これがもう翌日の12月8日に、イギリスはですよ、これね、もう外交をボイコットするってことを決めました。はい、次。次はですね、EU、欧州連合です。読んでいきますね。欧州連合 EU 欧州議会は7月ですね、これね、中国による政府代表や外交団の招待を受け入れないよう加盟国に求める動議を採択した。ただ拘束力はないってことで、 EU 全体ではそういったことにしようってね、これ7月ですか、これ決まってたらしいんですけれども、多分この時いろいろあったんでしょうね、人権問題かなんかでね。で、その結果どうなってるかっていうと、でも今言ったらね、ただ拘束力はないっていうことで、ここからですね、どこのヨーロッパの国がちょっと中国に歩み寄ってるのか、ちゃんとね、歩み寄らずにね、まあ、距離を置いて、外交ボイコットするのかって分かってくるんですけれども。でですね、中でも、これね、結構前から、これ、親中の国として有名なのが、あまりイメージないかもしれませんけれども、これ、ギリシャなんですよ。ギリシャ結構前からね、もう完全にこれ、親中の国なんですけれども、こうあります。ギリシャのミソタキス首相はすでに、五輪出席の意向を表明している。同国は国内最大の港の開発で、投資を受けるなど、中国との経済関係が強い。ってことで、まあ、お金もらってると。で、他にもこれですね、ロイター通信は7日、2026年冬季五輪を開くイタリアの政府筋の話として、同盟国はアメリカへの追随を計画していないと伝えたってことで、イタリアはね、アメリカと同じことしないって言ってるから、まあ普通にね、外交ボイコットはしないってこと言ってると思うんですけれども、そして次、フランスです。一方、フランス政府は7日、北京五輪への対応は EU で連携を図る方針を示した。だからなんかボイコットしそうじゃないですか。ただこれがですね、調べるとこれですね、これフランスですけれども、マクロン大統領が普通にですね、これボイコットをしないと。だから普通に外交官をね、北京オリンピックに送るってね、逆にだからまあ EU ね、なんか EU で連携を図るとか言っといて、なんかもう1日2日経ったらマクロン大統領がですね、全然外交ボイコットね、外交ボイコットしないからって普通に言ってるんですよ。で、なんでこれマクロン大統領としてはこれですね、外交ボイコットをしないか、その理由ですけれども、そこまで喋ってるんですけれどもね、これが外交ボイコットのような対応は効果が小さく、象徴的でしかないと述べた。まあ、だからこれね、象徴的でいいんですけれどもね、これ外交ボイコットって多分ね、そういった、なんかそういうイメージをつけたいんでしょうからね、これ外交ボイコットとしてね、だから象徴的でしかないってね、それでいいんですけれどもね。とりあえずフランスはですね、これね、なんかアメリカに追随しないってことを決めたとね。あと多分ね、フランスはね、これが本当の理由だと思うんですよ。何かっていうと、フランスっていうのはね、これですね、2024年、まあ、だから次のオリンピックってこれフランスなんですよ。パリオリンピックだったかな、これ。2024年、次のオリンピックね、これフランスでやるんですよ。っていうことはこれどういうことが予想されるかっていうと、
中国に一番邪魔されそうなのがフランスなんですよ。例えばこれですよ。いちいち調べてないですけれども、2024年のね、オリンピックですから、もうスポンサーとか全部決まってると思うんですよ。で、そこに中国企業とかあったら、ね、いや、降りるからとかってね、お金出さないからとか、そういうのありそうじゃないですか。中国企業ね。だからフランスのオリンピック2024年ですから、それをね、中国企業とか中国にすごい邪魔されそうだから、今回ね、なんかボイコットしないってことを決めたと思うんですよ。僕は本当はそう思うんですよ。これが理由だなと。うん、だから、だいぶ先の五輪とかだったら、なんかね、もう中国の企業とか全部降りる。中国から邪魔されるってね。そういうことを想定して、いろいろね、なんか計画、プランを練れるじゃないですか。でも多分ね、2024年とかだともうなんかね、中国企業とかスポンサーありきで考えてね、計画いろいろ動いてると思うんですよ。だからフランスはね、それが頭にあるんじゃないのかなと思うんですよね。例えばこれがですね、2028年だとこれね、アメリカのオリンピックなんですけれども、これとかだとまだですね、今から中国ね、邪魔されることを想定して、プランとか変えれると思うんですよ。だからこれね、フランスはこれね、なんか EU とかに、EU の決定とかに追随、まあアメリカに追随でもいいですけれども、そうするわけでね、いかなかったんじゃないのかなと思うんですよね。ということでフランスね、今回外交ボイコットはしないと。はい、次なんですけれども、次はですね、インド太平洋地域では、オーストラリアやカナダも外交ボイコットを検討中とされるってありましたけれども、これですね、これ、カナダもオーストラリアもこれね、外交ボイコット決めました。ちょっと続き読んでいきますね。オーストラリア政府は7日、各国政府高官を派遣するかは、まだ決定してない発表。与党議員からアメリカへの同調を求める声が上がった。カナダ外務省は6日、結論は出ていないが、中国の人権侵害に関する報道を深く憂慮しており、この問題について同盟国と議論を続けるとの声明を出した。ってことで今言ったようにね、カナダとオーストラリアはこれですね。まあ、ボイコットは決めました。もう確定です。はい、次。インドはジャイシャンカル外相が北京五輪開催を支持する姿勢を示しており、これ支持なんですね。で、政府高官がスポーツと政治は別だと述べるなど、アメリカの動きとは一線を画す立場だっていうことで、これはね、今回の件に限ったわけじゃないですけど、インドって実はこれですね、なんかこう、日本に優しいっていうのがあるから仲間みたいな感じはしますけれども、仲間じゃないとも言わないですけれどもね、結構いつもね、独特の路線を走ってるんですよね。こう安易にこうアメリカに従うわけでもないし、かといってね、ことを荒立てるわけでもないんですけれども、かなりね、ちょっとね、いろんなところとうまくやってるんですよね。うまくやってるって言い方、ちょっと良すぎる言い方かもしれないですけれども、例えばこれ、アメリカとことね、仲良くしながら、トランプが来たらね、トランプがインドに来たらそう歓迎するんですよ。でもね、そういった感じでありながら、ロシアからですね、かなりこう軍事兵器、そういったものをね、大量に買ってたりするんですよ。だから、プーチンともすごいね、仲がいい。だからロシアからしたらね、インドはいっぱい兵器を買ってくれてお得意様ですからね。で、そういった感じでバランスを取りつつ、でね、中国ともこの国境紛争があってすごいね、なんかそういった問題すごい起きてるんですけれども、今回のね、こう五輪、北京五輪ですけれども、北京五輪はね、外交ボイコットしなかったりとか、かなりね、まあ、したたかというか賢いというかね、うん、どっちの表現でもいいですけれども、それがね、インドなんですよね。ということは今回インドはね、これ、外交ボイコットはしないと。すごいんですよね、これ、独特というかね。で、次。これもこれでちょっと面白い感じなんですけれども、表現が面白いというかね、これね、ニュージーランドです。で、ニュージーランドっていうのは僕はね、僕のチャンネルで何回か言ってますけれども、かなり親中の国なんですよ。なんか、ジャシンダ・アーダーン首相って女性のね、トップなんですけれども、結構ね、なんかあの人すごいイメージがいいみたいなね、感じになってるんですけれども、僕はね、あの人ゴリゴリの左で、絶対ね、心の底はろくでもない奴だと思ってるんですけれども、僕はですよ、僕は思ってるんですけれども、ただね、これだけ確かなんですけれども、あの人ね、もう、なんか反中国的なことはね、中国が何やっても絶対言わない人なんですよ。まあ、一回ぐらいあるかな。なんかね、言ったとしても外相に言わせたりと、ね、外相とかに言わせて自分は絶対言わなかったってことするんですよ。まあ、とにかくね、ニュージーランドってすごいね、これ。なんか親中の国なんですよ。で、そこはじゃあどうしたかなんですけれども、ちょっと読んでいきますね、これ。これがですね、ニュージーランドは、ニュージーランドのロバートソン副首相なのか、閣僚派遣を見送ると発表した。お、親中じゃないじゃんって思うじゃないですか。でもこの先があるんですよ、これね。閣僚派遣を見送ると発表したが、新型コロナウイルスの影響を理由とした。なんか、面白くないですか？だから、外交ボイコットじゃないみたいな、なんかわかります？だからね、外交官ね、まあ、政府の高官とか北京五輪に送らないんだけれども、外交ボイコットじゃないんだからね、中国怒らないでねって、コロナが今ひどいから、なんかね、そういうことしないんだからって言ってるんですよ。まあ、ほんとかもしんないですけれども、ニュージーランドとかね、まあ、島でかなり閉じてるんでね、ほんとかもしんないですけれども、ずるいなっていうね。これだとだからあれですよ。他のアメリカとかとね、波風も立たないわけじゃないですか。アメリカからね、アメリカとかからこう外交ボイコットしようよっつって、ね、ニュージーランドをね、ああ、まあ、どっちみち送らないんだよ、うちは、みたいなね。こう、なんかこう、アメリカ、中国、どっちともこうね、波風立てないっていうかね、ずるいなって思うんですけれどもね。そして次。これがね、まあ、ちょっと別のね、今まで紹介した国とちょっと別の立場の国があるんですけれども、まあ、国っていうかね、まあ、地域って表現の方がなんかね、人によってね、地域だっていう人もいるかもしれないですけど、国でも地域でもね、僕そんなこだわってないですけれども、どこかっていうと、台湾です。これがですね、
台湾では立法院が全面的にボイコットを含む厳しい対応を求める決議案を審議中だ。これでですね、決議案は台湾独立志向の野党が提出。で、ここからはですね、他の国とちょっと違う事情があるんですよ。何かっていうと、これまで台湾はね、ボイコットこれ決定してないんですよ。ただね、他の国の、これもだからね、今から話す事情があるからかもしれないですけど、ちょっと複雑なんですよ。これはこうあります。五輪に参加する台湾の選手が中国で拘束される危険性にも言及している。与党の民主進歩党の一部が賛同するが、台湾が率先して中国を刺激するべきでないとの意見があり、与野党の協議が続いていると。要はこれですね、台湾が国としてですね、外交、北京五輪の外交ボイコットをすると、下手したらですね、これね、なんか中国としては台湾人はね、中国人だって言ってるわけですから、なんか、あれですよ、北京五輪に台湾選手がね、参加しに行ったら、外交ボイコットのこう報復措置として、来たスポーツ選手を、台湾人のね、スポーツ選手を中国で捕まえるかもしれないんですよ。だからね、さすがに他の国の選手っていうのはね、まあ中国、ね、国が違うってことはやらないと思うんですけれども、中国の言い分はですね、台湾人は中国人だって言い分ですから、そういうふうにね、返さないっていうね、やり方がね、ありかねないんですよ。ってことで、ね、ボイコットして、外交ボイコットを台湾がすると、送ったね、スポーツ選手、オリンピック選手になんかね、ちょっと危険が及びかねないってことがあるんですよ。なるほどって感じでしょ？確かになと。これね、実はちょっと前にね、これにちょっと関連してる感じなんですけれども、こういったニュースがあったんですよ。これもね、ちょっとね、動画作るか迷ったんですけれども、動画作ってなかったんですけども、これが何かっていうと、海外で台湾人がですよ。なんかちょっと言い方が難しいですけども、海外にいる台湾人が捕まって中国に連れてかれてるってね、しかも600人ぐらいってね、そういうニュースがあったんですよ。これちょっとね、話せばよりわかるんですけれども、な、これがですね、セーフガードディフェンダーズっていうね、まあそういう団体があって、これはですね、2016年から2019年の間のメディアでの報道をチェックしたと。そしたらこれがですね、海外に台湾人がいたと。で、なんかやらかして、その人がね、まあ、悪い場合も多々あるかもしれませんけれども、海外で台湾人が、まあ、逮捕された、有罪判決を受けた場合、これがですね、場合によってですね、強制送還されるケースがあると、何やらかしたかによるんでしょうけれども、その時にですね、台湾人が捕まったのに、これね、捕まって強制送還するときに、なんと中国に送り返してるっていうね、そういう国があるんですよ。これがですね、いろんな国やってるんですけれども、一番そういうことやってる国っていうのがなんかね、スペインとケニアだっていうふうに報道があったんですよ。わかります？台湾人が海外で何かやらかして強制送還されるんだけれども、強制送還される先が台湾じゃなくて中国に送られちゃうんですよ。それでなんか偉いことになってるって、まあ、消息不明なのかわかんないですけれども、そういった事例は結構ね、いっぱいあるみたいなんですよ、これはね。だってここね、2016年から2019年で600人やられてるって感じで、で、ケニアとスペインがなぜかね、これ中国に送り返してるって感じなんですよね。そういったことがあると。うん。だこういったこともありますから、さっき言ったね、これ。だから、あれですよ。台湾からね、オリンピック選手を中国に、北京五輪に送って、でも報復措置で何やられるか分かんないっていうのもね、あながちあり得るって話なんですよ、これね。うん。で、はい、次です。次。次はですね、これね、韓国です。じゃ、韓国はどうするのかですけれども、なんか、ね、どうすると多分こうするって僕思っちゃってますけど、ちょっとまあ読んでいきますね、これ。これがですね、韓国のムンジェイン大統領にとっては、アメリカの決定は大きな痛手となる。北朝鮮との対話再開に向けた外交交渉の舞台に五輪を活用しようとしていたためだ。外務省報道官は7日、政府は北京五輪の成功を支持し、南北関係改善への寄与を期待する立場を改めて強調。政府高官らは派遣はまだ決まったことはないとした上で、アメリカがボイコットへの参加を求めてきたことはないと述べた。ということで、まあこれね、まあ間違いなくこれですね。まあ韓国はね、外交ボイコットしないでしょうね。僕はそう思ってるんですけれども。ということでね、今のところ明確にですね、これ外交ボイコットを決めてる国っていうのは、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダかな。またニュージーランドはね、違う意味で、違う理由でですね、外交官をね、送らないっていうふうに言ってるっていうね。まあだからね、ニュージーランドを含めたらですけれども、これ、綺麗にファイブアイズになったってことなんですよね。うん。はい。そしてですね、まあ日本ですか、日本これ。日本はこれですね、今のところこれね、外交ボイコットを検討中っていうのがね、数日前に報道で出て、そこからちょっと続報なしですね。なんかちょっと言われてるのが本当にね、本当にそういった情報あったかわかんないですけれどもね、なんか微妙なラインで、なんかね、室伏をね、北京五輪に送るってね、そんな感じで言われてるんですよ。なんかね、なんか東京オリンピックの時に中国が送ってきた、そういったね、レベルの外交官がなんかいたんですよ。それと同じぐらいを送って、ちょっとなんかお茶を濁すとか、だからちょっとね、そこまでなんか偉くない人軽く送っとこうみたいなね、話もある。まあそういう話があるっていうね、そういう報道ありましたけれども、本当かどうかわかんないです。で、それがちょっと室伏だみたいなね、そういったなんかね、話出てました。室伏なんかそういう役職やってるんですよね。うん。あとあれですね、ちょっと思ったのが、なんか最近の話だけど、最近なんかね、なんか首相辞めてからの安倍さん、ちょっと絶好調だなと思いましたね。まあ知ってる人だけ分かればいいですけど、最近そういうニュースも結構出てますよね。うん、
はい、ということでちょっとお待たせしましたけれども、ここからですね、企業の話になってきます。これがね、まずちょっとニュース紹介していきます。これがこういうふうにニュースありました。アメリカが来年2月の北京冬季五輪に外交使節団を派遣しない外交ボイコットを表明したことに対し、日本のスポンサー企業は一様にノーコメントを貫いている。長引く米中対立が背景にあり、日本政府の対応も決まってないことから、各社とも事態の推移を見守っている状況だ。そうですよね。まず日本政府決めてないですからね。で、アメリカが問題するのは、新疆ウイグル自治区でのジェノサイドなどの人権侵害、中国政府は真っ向から否定している。経団連会員企業をはじめ、多くの企業は人権を尊重した経営を重視している。ただ、今回は経団連としてどうこういう立場にないと口が重い。あ、そういうふうに言ってるんですね、経団連は。多くの企業にとって米中はビジネス上重要な市場だ。日中関係、特に経済問題に波及すると困る、各メーカーと懸念する声も出ているが、あるスポンサー企業は立ち位置が難しいと苦しい胸の内を明かすのみ。ってことで、まあ、公には誰も喋ってないですよね。ってことは、まあ、ノーコメントしているとね、みんなね。やっぱりこれね、だからノーコメントのままなんですけれどもね、日本企業。でもやっぱノーコメントのままだとこれですね、やっぱこう、批判する人がやっぱ出てくるんですよね。それは当然って感じですけれども。これね、まずニュースとしてどこが批判する声が上がったかっていうと、これがやっぱりですね、これ海外から上がってきました、まず。これがですね、アメリカ共和党のルビオ、だからマルコ・ルビオでしょうね。ルビオ上院議員は、トヨタ自動車とパナソニック、ブリヂストンを含む、北京冬季五輪のスポンサーに書簡を送り、まあ、多分アメリカ企業にも送ってると思うんですけれどもね、書簡を送り、これらの企業が中国の新疆ウイグル自治区で起きているジェノサイドを無視していると非難した。書簡の送付先企業にはサムスン電子と、あ、やっぱそうでしょ、いろいろ送ってるんですね。サムスン電子とビザ、アリババグループ、アリアンツ、コカ・コーラ、インテル、プロクター&ギャンブル、オメガ、エアビー&ビー、アトスが含まれる。同上議院議員は各企業に対し、新疆ウイグルでのイスラム教徒少数派民族のウイグル族への迫害を少なくとも認めるよう求め、開催地が変更されない限り広告契約から手を引くよう促したって感じですよね。ってことで、アメリカからまずですね、批判の声が上がってると、日本企業も含めてね。だからこれですね、トヨタなんてね、トヨタとかって東京五輪のね、これ、まあ、スポンサーとしてはお金も出してましたけれども、これ直前になったですね、東京オリンピック国内、日本国内の CM 放送やめましたよね。これなんでやめたかっていうと、まあ、コロナ真っ只中ね、めちゃめちゃ感染者も増えてる中でね、東京オリンピック開催だったんで、一応ね、皆さん覚えてる、まあ、みんな覚えてますよね。あの時って、もう完璧に世論がですね、多数派が東京オリンピック開催するのは良くないっていうね、そっちの方が多かったんですよね。こういったこともあって、これね、世論の支持を受けてない東京オリンピック開催っていうのは、これトヨタもね、なんかそういうことを考えて、トヨタもこれお金出してるけども CM 放送するのやめたんですよね。っていうことで、今回どうするんだって話なんですけれども、これですね、どうなんでしょうね、これね。またそういう風になるのかっていうね、だから世論次第とかもあると思うんですけれども、今回ね、もっとこれね、さっき東京オリンピックでコロナ患者が増えてるのも結構ね、大きな理由だったと思うんですけれども、今回またちょっと違った理由ですけれども、ね、これもかなりですね、なんか反対、だから北京五輪になって良くないっていうね、スポンサーするのは良くないっていう、そういった雰囲気、機運がですね、これからね、強まってくるかもしれませんよね。これから強まってくると僕思ってるんですけれども、これですね、人権的に問題があるですね、中国のオリンピックを企業がね、スポンサーするのかって話なんですよね。これですね、今アメリカのね、議員からの批判でしたけれども、きっとこれからですね、大会開催に向けて、ますますね、この批判の声っていうのが大きくなるし、一般の人からの批判の声っていうのもね、これが上がり始めると僕は思ってます。これね、だから企業ってのはこれもうスポンサーのお金ってね、IOC とかにね、もう払い済みなんでしょうから、するとだからこれね、今からこうグッズをね、作って出したりとか、CM を出すのをね、中止するっていうね、そういったなんかやめ方になるのかなと思うんですけれども、これはちょっと僕思ったんですよ。これ場合によってはですよ、これね、いろんな国の人がこれね、例えばなんだろう、これ北京五輪のグッズとかね、売ってたら、例えばあれですよ、なんかコンビニとかで北京五輪のマーク入ったドリンクとかね、多分出るんでしょ、きっと。多分出ると思うんですけれども、そういったのをね、一般の人から不買運動とかがね、そういったこともあるんじゃないかと思うんですよ。そういった一般の人の不買運動が始まりかねないなってちょっと思ったんですよね。だからするとね、もう企業ってのはね、そうしたらもう作っても売れ残っちゃうじゃないですか。もう作んない方がいいじゃないですか。そういう考え方もできますよね。なんかそれ思っちゃったんですよ。だから今回ちょっとね、特殊だなと思って、だってあれじゃないですか、こう、なんか、北京オリンピックグッズとかね、そういったサービスとか、そういうのを受けなかったり買わなかったりすることが、こう人権侵害、中国の人権侵害に対する抗議運動にね、なるって言われたら、みんななんかね、そう確かに不買運動とかやる人とかすごい出そうな感じがするじゃないですか。で、なんかね、独特っていうかね、今回特別だなと思いましたね。すいません、ちょっと LINE がうるさいな。どうでもいいですけどもね。だからなんかね、前のちょっとね、なんだろう、コロナで中止になった、中止ってからスポンサー中止したねとはまた別の理由があるんで、
なんか企業どうするんだなっていうね。だって不買運動なんか始まったらね、企業とか偉いもんですからね、全部売り残っちゃったよね。っていうことでね、さてさてこれトヨタはね、また CM を中止するのかって話なんですよね。うん、あとやっぱこれも絡んできてますよね。やっぱり今って言ったらあれですよね、中国の女性のテニスプレイヤーの話ですよね。なんか無事なのかどうなのかって、彭帥さんでしたっけ。なんかあれですよね、なんか中国の偉い政治家とこう関係、肉体関係とか強要されてたって告発したんですけれども、そっからなんかね、失踪というかね、どっか消えてしまったっていうね。あの事件もこれあれですよね、中国側としては本当にこれ最悪のタイミングでね、やっちまったなって感じですよね。起きてしまったっていうかね。だからあとはあれですよね、このテニスの問題を解決しても、ウイグル問題とかってのはね、絶対にこれすぐ解決する問題じゃないじゃないですか。あと香港の問題とかもね。でアメリカの議員とかがね、これウイグルの活動家たち、アメリカの議員とかウイグルの活動家からね、煽られたら、さっき言ったようにね、個人の一般の人はね、日本も含めてですよ、ボイコットとか不買運動とかね、簡単に起こりそうじゃないですか。そうしたらね、だからもう買うのやめて、買うのをやめて、それが抗議だってね、買うのをやめてね、抗議しましょうとかって、なんかね、簡単になんかみんなね、不買運動とかしそうでしょ。なんかそんな気がするんですよ。だからね、企業はね、作っても残っちゃうとか、どうするのかなと思うんですけれどもね。うん。まあ、だから残るんだったら作らないっていうね、判断するとかね、CM を流さないとかね、そういうのもね、もう、どっから決めなきゃいけないですよね。うん。だからね、今回ね、企業たちってのは東京五輪、そして北京五輪と、もう史上最悪のですね、すごい、損をしてる五輪になってる、オリンピックになってるのはちょっと思いましたね。うん。で、ちょっと今、テニスのね、選手の問題話したんで、これもちょっとやりたいんですけれども、これね、関連してこういったニュースありました。ちょっと紹介しますね。ドイツのトップ選手らが組織する団体、アスリートドイツが6日、中国の女子テニス選手、彭帥の安否が懸念されている問題で立ち上がったからだ。バッハ会長らが、これが IOC に批判が上がったんですね。バッハ会長らが彼女とテレビ会談を行ったことを発信した国際オリンピック委員会 IOC に対し、彭帥が安全である証拠の提示と、第三者機関による調査を求めたってことで、だからですね、ドイツのアスリートドイツですか、ドイツのアスリート団体がですね、IOC に、だから IOC を信用してないって感じなんですね。IOC じゃなんかね、信用できないから、第三者機関にね、調査しようって言ってるっていうね。で、これね、次日本なんですけれども、これ、ドイツとはやっぱこれまたちょっと違った事情があるってね、そういうこと書いてありましたけれども、こう書いてありました。日本のアスリートたちについてはこんな感じ。彭帥さんの問題を心配してないアスリートは皆無だと思います。これ日本のアスリートね。ドイツ選手たちの主張も最もだと思うでしょう。これは選手の人権問題ですが、一方で米中の対立関係なども絡んでいる。日本のアスリートは政治的な発言を控えることが暗黙のルールになっているし、選手は国からの多額の強化費が NF 競技団体に渡っていることも知っている。東京五輪開催の賛否で国民が二分していた時もそうですが、国を刺激することはなかなか言えません。人権に対する意識が低いと言われているかもしれませんが、ドイツの選手組織と同じ主張や行動を求めるのは酷ですって言ってましたね。うん、これね、なんか行方不明になってるテニスの彭帥さん、彭帥選手ですかね。これなんかこの問題ですね、シャラポワもね、なんかロシアのシャラポワも参戦してましたね。あとこれですね、これ女子テニス協会ってあるんですけれども、 WTA ね、これが中国での大会全部中止するってね、彭帥さんの安否がね、分かるまで中止するって言ったんですけれども、まあ、だから中国撤退なわけですけれども、これね、この WTA ってのはね、数百億円これでね、損をね、損失を出してるんだそうです。それでもやってるってね、まあ、こういったニュースがありました。はい、ということでね、ちょっとすごい注目、僕はすごい興味深いなと思ったんですけれども、これからですね、日本の企業ね、スポンサーね、北京五輪のスポンサーどうするのかってね、めちゃくちゃ悩むんだ。もう 100% 正解、多分ね、結果的にこれ 100% 正解ないと思うんですけれども、すごいね、企業今悩んでるでしょうね。僕はすごいね、注目はしてます。これがどうなっていくのかっていうね。これからどんどん批判の声っていうのもね、増えていくと思うんですよね。うん、あとでこれ、最後ちょっとおまけ。これ本当おまけなんですけど、これもちょっと紹介しますね。今回の件について、これですね、橋本元知事と、あと古市さんがね、発言してるんで、これパッと読んできます。これがですね、こうあります。これがですね、これまず橋本さんの意見かな。橋本さんがですね、五輪はスポーツなんだから、それでやる。そこを超えて、彭帥さんのああいう問題を、通常の政治的な見解の対立じゃなくて、政治権力が一国民の安全が証明できないような国に、多額のスポンサー料を払って、イベントをやるっていうことが反対なので、五輪の開催自体を中止にすべき、と話し、僕は無責任なコメンテーターだからこう言えるんですけど、と付け加えた。まあ、橋本さんね、橋本さんこんなこと言ってると。で、次、古市さんですけれども、一方、共演した社会学者の古市、知らないわ、下の名前。古市なんとか氏は、うん、冷戦みたいになるのは好ましくない。中国のイデオロギーが受け入れないのはすごくわかる。一方で、経済的に中国と縁を切れるかといえば、絶対に切れない。そうなれば、西洋諸国と中国の干渉剤に日本はなっていくのがいいんじゃないのかと思う。と、バランスを取る立場に。また、古市さんね、続けてこう言ってますけれども、それとは別に、五輪自体が賞味期限を迎えたから、終えてもいいんじゃないかという話だったら、橋本さんに賛成です。とも言及した。ってことで、五輪がね、賞味期限を迎えたらもうやんなくてもいいとか言ってるんですけどもね。うん。
まあ、ゴリの賞味、ね、ゴリの賞味期限ちょっと面白いなと思ってね。いつまであるのかっていうね。どうなんですかこれね。なんか人間がいっぱいの機械とかつけるのが当たり前になったらね、もうやってもしょうがないとなるかもしれませんしね。あとなんか女性スポーツに、なんか体は男性だけど女性よって人がね、めっちゃ参加したりとかね。そしたらなんかちょっとオリンピックの人気が下火になったりとかするんですかね。はい、ということで、ほんとちょっとついでの話でしたけどもね。古市さんの話とかどうでもいいって言われたんですけれど。なんかちょっと紹介したくなったんですよ。あ、なんかオリンピックの賞味期限ね、と思って、うん。はい、ということで、今日はこんなところでございます。トヨタはスポンサーをね、続けるのかっていうね、そんなところです。